高橋和弘しは日本のパラアイスホッケーの選手。パラアイスホッケー日本代表としてパラリンピックの4大会に出場している。東京アイスバーンズ所属。東京都西東京市生まれ。小学6年生からアイスホッケーのジュニアクラブに所属。森岡中央高等学校在学時には3年連続でインターハイに出場した。 大学進学後もアイスホッケーを続けていたが、21歳の時にスノーボードの転倒事故により、脊髄を損傷。退院後のリハビリとして、アイススレッジホッケーに出会う。当初は、アイスホッケーとは、勝手の違うアイススレッジホッケーに対応できず、面白くないスポーツだと感じていたが、徐々に競技にのめり込み、1年後の2002年、ソルトレークシティパラリンピックのアイススレッジホッケー。 日本代表に選出された。その後、2006年トリノパラリンピック2010年バンクーバーパラリンピックと3大会連続でパラリンピックに出場。2010年のバンクーバー大会では日本アイススレッジホッケー初の銀メダル獲得に貢献した。2014年ソチパラリンピックは日本チームが 予選敗退したため出場を逃したが、2018年ピョンチャンパラリンピックでは、副首相として出場。日本チームの戦績は8位ではあったが、チームが挙げた3得点はすべて高橋によるものだった。千葉工業大学金属工学科卒業。西東京市役所勤務。ありがとうございます。